はい、高須のパークで、12月24日、3時過ぎです。はい、明日ね、今夜降るんで、朝方にかけてね、雪がね、うん、で、予報です。そういうね。で、明日、土日ね、来る方、まあ、この斜面をね、見て、壁関係見ていこうと思います。で、コブとかね、そういう、まあ、いろいろ撮ったんで、見てください。で、この後、誰が行かなかんで、ちょっと、パッパッパッと撮るね。滑りのノーカットです。これさ、ほら、雪がさ、ちょっと月悪いね。うん、ここはどうかな、見ていこう。エキスパートコース開放だね。で、テクニカルコースは開放されてません。スーパーコースは開放されてます。やっぱ雪の付きも悪いね。いまいちね、浅くしたらね、川があるんでね。あっちもダメだな。うん。で、ここにさ、レールコブできるじゃん。できとらんね、まだ。うん。よいしょ。あ、見てこう。コブね、コブじゃねえわ。壁。あ、土悪いね。土が悪いな。雪ってこんなんね。ただこの上に雪がね、今夜ね、何センチ積もるかだよね。この辺も、あ、まあこの辺はいいね、なかなか。あの岩の上とか、あ、この辺いいじゃん、これ。うん。いいんじゃない？あそこも行けるね。うん、ここも行けるじゃん、これ。ここも行けるよ。助走つければ。ほら。うん。壁行けるわ、これ。うん。はあ、よいしょ。あ、この通路から合流できる。こっちはね、ちょっと時間なくて取ってないんで。まあ、あの、見てください。で、壁さん。ごめん、ダイナも行かなかもんで、あ、壁いいね、あれやっとるね、これ。あれもいいじゃん、ほら。うん。で、その方、まあ割とね、半分は復活したかな、壁。うん。ちょっとリフトまで行けんわ。ダイナも行かなかんで。あとはちょっと下までのコースね。センターハウス前までどうなんかちょっと撮っていこうと思います。じゃあね、バイバイと。